おはようございます YouTube 講演家鴨頭よしひとです、えー、今日はですね、えー、昨日行ってきたんですけど和牛マフィアディストリクトっていう、まあ、外苑にある、えー、オープンしたばかりのお店ですでこれ何で行ったかっていうとそもそも、えー、堀江貴文さんと、えー、濱田さん、まあ、堀江さんと濱田さんお二人がやられてる和牛マフィアっていうプロジェクトの、えー、僕はあのフランチャイズで 焼肉マフィア池袋店を今年の、まあ、4月末になりますかねにオープンする予定なので、まあ、そのお勉強というか、まあ、もちろんその同じグループなのでえどういうことをやってるのかをちょっと知りたくてえ昨日行ってきましたで実際行く時にはその池袋の図面を今作ってましてお店のねでその細かい打ち合わせも3回目になるのかなをしたくってで浜田さん そのっていう方がいらっしゃるのでその打ち合わせで行ってきたんですねでこの濱田さんっていう方がですね、まあ、いわゆる和牛の世界の、まあ、バイヤーでもトップの方になります、まあ、いわゆるアメリカとかヨーロッパとかねもう最近ではサウジアラビアとかですよもうそういう世界各国の、まあ、もう一流もしくは超一流レストランに和牛を卸しているのは濱田さんしかいないっていう 実は日本よりも世界で有名な日本人の方ですでこの方とまあ堀江貴文さん、えー、通称堀江ンがお二人で立ち上げたのが和牛マフィアっていうブランドでもともと世界戦略でもう70数カ所ポップアップを回ってもうお客様の中にはデビッド・ベッカムとかエド・シーランっていうですね世界でもトップのセレブの方が和牛マフィアのファンとなってまあコロナが来る前だったら日本に来日したら えー、浜田、お前の店に行きたいというふうに言って、ですね、えー、ワギーマフィアのお店を訪ねてくるぐらい、えー、もう本当に世界中のセレブに愛されている、そんなトップブランドの和牛を扱っている方なのですが、まあその、その方にちょっと案内していただいてきのお店を見てきたんですが、えー、1階と2階と地下のお,お店になっていて、1階は、えー、会員制ではなく、誰でも訪れることができるスペースになってました。 で、そこではビッグワグというですね、まあ、どこかで聞いたことのあるような大きなハンバーガーを、えー、販売しておりますので、これぜひビッグワグは誰でも、えー、来店すれば買えますので、えー、興味のある方は食べてみてください。僕も食べましたけどですね。もうなんか、某ビッグマックなんかに全然でかいですね。半端ないですね。肉汁半端ない。さすが和牛パワーっていう感じで、あまり余計なコンディメントを入れない、もう素材。やっぱり和牛の味を楽しんでもらうというコンセプトになってます。 で僕が一番興味があったのが2階でしたなんでかというと2階は会員制ではありますが和牛マフィアっていうのは会員制なのでただし今後僕がやる焼肉マフィアは会員制ではないですねなんだけど会員制の中でやっている焼肉マフィアということで,ですねまあ、いわゆる今後全世界に展開していく焼肉マフィアフランチャイズチェーンの総本山 まあ本部機能が詰まっていて、まあ、新メニューの開発とか大体そこから始まるようになってますで昨日一番メインだったのはそこで食べるー和牛術館っていうですねジンギスカンのような調理方法を超一流の和牛で行うというですねもうあの羊の肉であれだけうまいのをもう超一流の和牛でやったらどんだけうまくなるのかっていうそういう実験的なメニューだったんですけど、まあ、この完成度が半端なかったですね もともと開発のこう裏話が半端なさすぎてその和牛術館というメニューの開発に一番最初に時間をかけたというかまあ一番最初に手がけたのが鍋ですね、鍋えそれがえマイクロデ,ィンプロディンプル加工といってですねロケットの会社に依頼をしてものすごい小さい目に見えないレベルでえディンプルといってまあディンプルといったら 多くの人が知ってるので言うと、ゴルフボールの表面についているあのくぼみ。あれが目に見えないレベルであるんです。で、それ何がそれがすごいかっていうと、熱伝導効率が異常に良くなるんですよ。で、僕あんまり詳しくなかったんですけど、やっぱ浜田さんとか堀江さんめちゃくちゃ研究してて、肉をうまく調理するのに一番大切なのは、あの、熱伝導率の高いフライパンとか鍋。 を使うことらしいんですよそこ1年間かけて開発された鍋がその和技術館専用鍋えー、なんと一つ50万円の鍋でございますもうちょっと意味がわからないですねまあでもさすがに開発に1年以上をかけて1個50万の原価がかかるだけあってま芋、あのといって鋳造なんですけどもうそのまあいわゆる焦げ付きが全く 全くつかないで油がしっかりとディンプルの中にほんの少し油膜ができることによってもう本当に油がきれいに出てしっかりとついてだけどくっつかないっていうですねだからね野菜がむちゃくちゃうまいんですよで肉は表面が香ばしくって中の中肉汁が全然逃げない状態で食べれるんですよもう半端なかったですね でその和牛術館メインを食べた後に今度はもつ煮が来るんですよで僕正直言うとねもつ煮苦手で普段もつ食べないんですけどこのもつ煮は臭みが全くないので全部食べてしまいました一人前全てペロリと本当は試食程度で一口にしようと思ってたんですけど全然いけてしまったんで実はねエモンこと堀江さんも、えっと、ここのもつ煮だけ食べて他のもつ煮食べないそうですねそれぐらい臭みがなかったです で、その後、締めの麺です。もう、これも絶妙に美味しかったですね。まあ、なんでかというと、その鍋ですよ。和牛術館専用の鍋の縁の方に、いわゆる超高級和牛の肉汁が溜まっているでございます。そこに、いわゆる野菜であったりとか、もつであったりとか、そして野菜ともつの、うん、味もついた汁に麺を入れて食べる。もうね、絶品。 このコース料理を食べた瞬間僕の口から出てきた言葉は「焼肉マフィア池袋店は和牛術館専門店で行きます」ということですねでもちろん実はその和牛術館専用の鍋を使えば普通の焼肉でどうしても食べたいというお客様がいらっしゃったら別に食べれるんですねなので別に困らないんですけどもう普通のコンロもいらないともう和牛術館鍋だけでいいっていうふうに思わず言ってしまいました で実はそのメニューにはないんですけど浜田さんがその場でねもうせっかくなんで鴨ヶさんもう1品いきますかっ,つってなんかスタッフにちょっと下から米持ってこいと炊いてない米持ってこいと言ってそのままの白米をその鍋の縁にチョロチョロチョロと入れてそこにあのチーズをとろーっと入れて、まあ、そこに塩、コショウをパラパラパラっとかけてです、ね、リゾットを作ってくれたんですけどもうこれむちゃくちゃうまくてで思わず言ったんですよ。あの商品開発って こうやって調理しながらもしかしてやっちゃってるんですかって言ったらそうですと僕らは結局料理が大好きなんですよって浜田さんがおっしゃったんですねで僕その言葉を聞いた瞬間にある NHK の E テレで放送していた「スイッチ」っていうインタビュー番組のワンシーンを思い出したんですそれどんなシーンだったかというと,、えー、と競馬競馬の騎手の福永さんっていう方が おっっっしゃたた言葉だったんですけどんな言葉だったか「努力している人は努力していない人には勝てるが楽しんでいる人には絶対に勝てない」っていう言葉でした深いですよね 努力って僕素晴らしいと思ってるし、努力っていう言葉大好きで、自分自身努力家でありたいと思ってます。なんだけど、それでもしももちろん努力してない人には勝てるんですよ。努力することによって良い仕事もできますが、でもね、楽しんでる人はね、もう追いつかないんですよね。えまさに浜田さんと堀江さんは、料理とか食事をめちゃめちゃ楽しんでるんです。そこから生み出されたメニューとか、 その料理を作るための調理器具とかもうそれこそもうバーナーからもう調味料から全部もうね本当に楽しんでるんです仕事を超えた仕事もうやっぱりね遊ぶように働くを体現している方だなっていうふうに思いました、えー、もう1箇所地下に本当に秘密の、えー、会員制のクラブがありますが僕が降りた時にはちょうど、えー、堀エモ門こと堀江さんが 昔一緒に働いた部下が、えー、会社で大成功を収めたお祝いを本当に少人数でもう本当にテレビとかでは見たことないような優しい笑顔で食事を楽しみながら元部下におめでとうってそんな時間を過ごしてたのを見てああ本当に楽しんでる人ってこんなに幸せな時間を過ごせるんだなっていうふうに思いました。 えー、僕自身も焼肉マフィア池袋店オープンしますが、もちろんビジネスなのでバリバリにやっていきますが、やっぱりそこに楽しんでやるっていう要素を絶対に外さないでですね、楽しみながら来てくださったお客様に私たちの心の喜びを伝える、そんなレストランを作ります。えー、それでは本日が皆さんとって最高な一日になりますように、せーの、いいねー 4月末オープンします。